野毛大塚古墳は東京都世田谷区野毛にある古墳。形状はホタテ海式古墳。東京都指定史跡に指定され、出土品は国の重要文化財に指定されている。世田谷区野毛一丁目の玉川野毛町公園内、武蔵野大地上の標高約30から33メートルのところにある。存在は江戸時代後期から知られていて、東大塚の名で呼ばれていた。 その後、上野毛古墳あるいは轟きゴルフリンクス古墳と呼称された。マリコ川沿いのエバラ大古墳群を代表する古墳。周辺には多くの古墳が分布している。全長82メートル、直径66メートル、高さ11メートルの円墳に小さな前方部がついたホタテ海式古墳としては日本国内でも有数の規模を誇る。 1897年に発掘調査が行われ、石棺が見つかった。この時に見つかった多量の副葬品は帝国博物館に収蔵された。墳丘では吹き石、埴輪を確認している。周りに馬蹄系の溝が巡らされている。また、公園部に埋葬用の棺が4基あり、その第一主体部は先竹型の木棺は長さ8.2メートル。 幅0.8から0.6メートルの細長く、その中から炭鉱、兜、と、赤べ鎧、健康、鉄拳、自家刀19振り、鉄属25本以上、鉄製トース、鉄釜、銅鏡銅同釜白ース、長男などの石製模造品19点、縦串30点以上、玉類2000点以上、湯木ないし、矢筒などで出土した。箱式石からは玉、玉、 薄玉、鉄刀、剣、甲冑片などの武器、武具、玉類などのほか、活石によって作られた多種多様で大量の器具類が副装品として収められていることを確認した。活石性模造器具は、石り、石の台、月、板、古式、斧233点に及ぶ石製のトースなどである。トースは14形式に分類されるなど、5世紀大古墳の 示せ印となる、考古資料となった。これら調査成果は、後藤森和によって1936年によって、報告書の形でまとめられている。東京都の史跡であり、世田谷区遺跡番号127でもある。国の重要文化財、東京都野毛大塚古墳出土品の、明細世田谷区所有分東京国立博物館、保管分なお、 2001年3月5日に出土品2967点が、野毛大塚古墳主体部出土品として、東京都指定有形文化財に指定されていたが、2016年8月17日の、国の重要文化財指定に伴い指定解除、されている。ありがとうございます。